フェラーリの鍵、塗っていきたいと思います。まずはバラします。この溶着の部分を、外していきます。いいか、はい、この裏の、部分ですね。で、フェラーリの文字も外していきます。フェラーリが抜けました。これでこの赤い部分を、塗装していきます。それでは先ほどの接着剤が、乾きましたので組に入っていきます。じゃあ接着が終わりましたんで、組み付けていきます。これで完成になります。Yeah.
Thank you.